今日はビール飲みます。ちょっと今緊張してるから。ニンニン、え、それ私のだけど。いただくのやめて。しかもカメラ3台もあるし、濃い声にいるから結構見られてるね、みんな。まあ今日はとりあえず、私は日本で忘れない経験ありますか？最近聞かれて、忘れられない経験ありますか？聞かれて、パート1あります、あります。で、その忘れられない経験言うまでにバックグラウンドの説明いるから、そこからちょっとスタートしたい。まあ簡単にバックグラウンド説明しよう。まあ簡単で言ったら、日本語はイタリアの大学で始まった。で、その後京都外国人の日本語学校みたい通ってて、で、その京都の中で忘れられない経験あります。で、まあもちろん京都行った時に、最初はね、全然会話できなかったね。どうすればいい考えて、アルバイト探そうと思ってた。で、アルバイト始まったね。レストランでお皿を洗います、仕事しました。そのレストランは清水寺の近く。どんなレストランの雰囲気、皆さんちょっと想像できるでしょ。結構伝統的なレストラン、ウェーターも着物着て、結構伝統的なサービスしてたよね。それ名前覚えてる？そこの。いやー、名前覚えてない。で、それさ、そこラウラもその着物着て、それ仕事してた。いや、私今お皿洗ってたから着物じゃなかった。だけど、まあ制服みたいもらったね。あー、なるほど。で、そこで忘れられない経験は、伝統的なレストランだった。だから店主の態度、結構伝統的な態度かどうかわかんないね。まあ、あやとと今ちょっと聞きたいけど、まあその時結構厳しかったね。多分その厳しく教育しようっていう感じだったんじゃない？例えば私、他の人と喋ったら、話しかけたら、まあダメ。まずそこで忘れられない経験をしたんでしょ。だから何が忘れられない経験だったの？そこで。2つポイントあります。1つ目は、セミ料理長。人は、まあ、なんとか魚の焼き方間違えた。うん、で、その時に料理長は、平手で叩いた。で、なんかこんな感じして、これやって、私に、やって。あ、平手でしょ。で、セミ料理長は、わあ、すみませんみたいな感じだ。マジで。そうみたい。で、私その時思ったことは、いや、なんですみません言ってる、なんか。バックして叩いたのこと当たり前じゃないから、なんで自分のことはみたい。いや、まあパンチしてあげてみたい、私その時と思って、まあそれ別に関係ないんだけど、まあびっくりしてたことは、まあやっぱ魚の焼き方間違えたらこんな感じになりますか。まあちょっと、でもそれは絶対おかしいよ。だからそれって今とかだったらパワハラって、自分がその賢い立場にいるから、その暴力を振るったりするっていうのは絶対ダメ。で、そのこの事件起こった時に店長も行ったね、ここに。で、何も言ってなかった。やっぱその店長、私のビジネスじゃないみたい態度。そこの職場やっぱ悪い。まずそういう暴力があるような職場ってやっぱ普通じゃない。そう、それわかる。今わかる。だけど、その時のラウラは全く日本の初めてだって。2番目は、
同じ場所で、まあ違う人だっただけどね、まあなんとか間違えてた。で、そのバチもらったみたい。バチ？で、どんなバチもらった？そのバチは部屋あるでしょ。で、部屋の角、部屋の角っこに自分の体向いて、で、まあ3時間ぐらい、まあ結構長時間、こんな感じでいた。ここに角ある。こんな感じ。それ3時間ぐらいそこで座ってやってる。そう。いやー、それやっぱおかしいよ。そんなところないですよね、今の時代で。その時はね、私はもっとびっくりしてて、で、その時まだ辞めてなかった、で、まあその後は私、イタリア人の友達一緒に仕事してたね、あそこに。で、一回は同じシフトで入って、で、お皿拭きながら、私の友達、あら、ラウラ仕事の後何する？なんかどこか遊びに行く？で、私、あ、遊ぼう、後で考えよう。こんな感じの会話してた。何秒かかった？30秒の会話。その時店長、まあ、私たちの前に出て、いや、あなたたちはね、なんか静かしてくださいみたい。あなたはなんか喋るのためお金もらってないでしょ。仕事するのためお金もらってるでしょみたい、私。すみません、言って、で、その後辞めた。で、私の学校の友達と喋ったら、まあやっぱその雰囲気当たり前じゃない、理解してた。私なんでここに来たと思ってた、なんか。いや、まあ確かにちょっと話聞いてたら、あ、厳しすぎる。で、まあその後辞めて、そう、今ちょっと もう一個思い出して、その場所で私の一番めちゃくちゃ恥ずかしい気持ち、他の場所で感じたことないと思う。で、あそこにやっぱお皿壊したら、すみません言わないといけない。で、それはまあもちろん当たり前わかる。だけど、そのキッチンでまあ15人ぐらい働いててね。で、私お皿とかグラス壊したら、他の14人の前、一人ずつ行って、で、すみませんでした。このなんとかの皿を壊した。すみませんでした。14回ぐらいね。マジで？で、私その時、まあ、最初なんとか壊して、やって、で、マジで私、超恥ずかしかったやと。ちょっと待って。全員に謝りに行く？そんなのありますか？まあ、それも店長の趣味で、なんか悪いことしたから、めっちゃ恥ずかしい気持ち感じさせたいでしょ。まあ、確かに俺ちょっとまあ気持ち分かるのは、やっぱそういうことをもう次から起こらないようにするために。いや、それ良くないと思うわ。やっと OK、まあ、じゃあそれ、そんな感じで1回起こった。2回、私またなんとか壊した。で、私何をしましたか？まあ、みんなその時何も気づいてないから。あ、お皿割ったの。そう、だから壊したお皿は、私のエプロンのポケットの中に隠して、で、シフト終わったら外出てコンビニのゴミ箱に捨てた。だから誰もカウントしてないの。そこまで厳しいところだったらさ、あ、お皿1枚なくなったとか、そういうのない？それ思ってなかったけど、やっぱ、まあ、何も言われてないよ。あ、よかった。で、だから2回目は私、その恥ずかしい気持ち感じてなかった。いや、普通そんなところないからね。やっぱ厳しいところ、いっぱいそういうところあると思う。でも、そこまで厳しいの。いや、やっぱ私それしかないね。その場所しかない。忘れられない経験だった。じゃあ、忘れられない経験でした。ニンニン。え
それ私のだけど。ニンニン。え、いい。ニンニン。And please don't forget to subscribe to our channel.